ントプラス第627回目をお届けいたします。小島です。よろしくお願いします。お願いします。では今日の質問です。はい。46歳、車関連の自営業者です。最近、結局人生は運次第であり、運が良いか悪いかでほぼ決まってしまうと考えるようになりました。小島社長は運が良いとか運が悪いとか幸運とか悪運など運についてどのように考えていますでしょうか。また運を良くするために心がけていることなどございましたらご教示いただきたいです。はい、いただきました。ではまずはお知らせです。はい。私が経営しております株式会社 e メディックというふうに検索していただきますと、まあ、私のですね、過去のセミナー動画2本を無料で見れる企画をやっております。はい。1個がですね、 99% 失敗しない新規事業の作り方、もう1個がですね、社員1名コネなし事務所なしから運や偶然性を排除し13年で30社の企業オーナーになるまでの戦略を大公開ということで、事業の作り方と私が13年間、まあ、14年間でやってきた戦略を大公開ということで、この2本のですね、動画ですね、セミナー動画を、はい、無料で見れますので、ぜひ株式会社 e メディックのサイトに行っていただいて、見ていただければなと思います。で、はい、まあ、たまたまというか、このタイトルが運や偶然性を排除しなのに運についてどう考えておりますかというですね、はい、まあ、そういう今日はね、運の話なんですけど、はい、まあ、なんていうんですかね、まあ、特に経営者って意外とこの縁起を担いだりとか、はい、運とかっていうのはやっぱり、まあ、気にされる方って多いですし、うん、じゃあいつ会社の設立日をいつにするとか、もう、まあ、私は全然気にしないですけど、気にする方は多いですし、あとはなんか新規事業やる、まあ、新商品の発売する日は何日にしようとか、この日はやめとこうとかっていうふうにこだわる方、まあ、いますよね。はい。で、まあ、私はね、そういうのは正直、まあ、別にこだわってる方を別になんかダメとも思わないですし、それでなんか自分のモチベーションが上がったりとかやる気が出るんだったらまあいいと思っていて、はい、今日はそういう話ではなくて、この運を、まあ、どう、運っていうものをどう自分の人生に生かすかという話なんですけど、まあ、多くの場合この運っていう言葉から連想するものがですね、例えばいざという時に、まあ、失敗するのは運が悪いからだとか、例えば自分と同期入った、一緒の同僚が、だけがどん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 出世してしまうとか、で、どっちが運がいいとか運が悪いとか、あとギャンブルで勝つ人は運が強いからだとか、いい出会いがないのはなんか、例えば何々運がないからだとか、うん、経営者だとその、人の運に恵まれてないとかね、もう来た人がもう問題ばっか起こして、例えば会社の横領していくとか、会社の雰囲気をめちゃめちゃにしちゃうとか、そういう人ばっか採用する社長っているじゃないですか。なので、なんか運っていうのはそういうものだっていう、これどういう意味かというと、自分ではコントロールできないものだっていうふうに、そういう、逆にコントロールできないものを運って呼んでるような気がするんですよ。僕はそれがちょっと間違いだなというふうな、ふうに思っているので、どういうふうに考えているかというお話をこれからしていきたいんですけど、僕がそういう運っていうものに対して考えるきっかけになったのが、はい、2009年、今から約13年ぐらい前にですね、僕がもともとはアトピー性皮膚炎の方向けのそういうサプリメントといいますか、健康茶みたいなやつを販売していて、はい、でそれが、まあ、2年ぐらいで終わってしまって、その後に造園業の業界で、造園とかガーデニングの業界で一括見積もりサイトみたいなのやったら、まあそれがうまくいったので、それをどんな業界でもできるので、ということで僕のまあ、一番弟子みたいな後輩に教えたら、まあ、それを解体工事の業界でやったら、まあ、今はもう日本一の社員80人ぐらいいる会社になっちゃってますけど、仲介会社になってますけど、まあ、当時はそんなにいなかったんですけど、まあ、普通にうまくいったんですね。で、彼はもともとヤンキーで、まあ、少なくてもパソコンなんてもう無縁な感じだったんですよ。もう見るかね、そういう感じなので、なのにそういう人間でもできたということで、じゃあ誰かに教えてみようということで、このマッチングビジネス塾というのをやったらですね、はい、まあ、売上がまあ5億円ぐらい上がり、当時広告費ほとんどかけてないので、おそらく100万円ぐらいしか広告費かけてないんですよ。で、すごい。で、 DVD を20枚組か40枚組ぐらいにして、あとは電話帳ぐらい分厚いテキストを送ってたんですね、その
申し込みした方のところで、そのオンラインで当時なかったんで、それでも19万8000円で売ってて、原価が多分、まあ、DVD も1個30円ぐらいダビングしたら、なので40枚だと1200円とかだから2000円ぐらいなんですよ、原価が。だから、はい、まあ、なのでまあ利益率がものすごくいいと、90何パーというような感じで、まあ、ものすごい利益が出て、まあ、調子に乗ってたわけです。でもう本当にその時は、あの、自分がもう今後一生そう思うことはないですけど、当時は本当に、あの、冗談の時に神だと思ってました、ね、もうもはや言ってましたからね、自分で。そうなんですよ。もう今の小島社長では考えられないんですけど、そんなで、まあ、お金もまあまあ入っちゃって、はい、まあ、税金を払ったところで、まあ、もうえらいことになってしまってっていう。で、その、で、もう何でもできると思って、その後ですね、お金に目がくらみまして、その後にあるジョイントした事業でですね、ものすごい大失敗をしてしまいまして、結果的に、自己資金から2億円が補填するっていう風なトラブルが発生したんです。でもその時は2億なかったので、もうこれ、まあ、まあ今でもなってはもう笑い事ですけど、当時はあれこれ死ぬことありえるなっていうぐらい頭によぎるぐらいかなり追い込まれたんです、本当に。あと2、3ヶ月で2億円作らなければもう完全に破産プラスアウトっていう状態、まあ、で結果的にちょっといろんなことがあり、それを返すことができて、その絶対絶命のピンチから脱出したんですけど、はい、その時ぐらいにこの運っていうのを考え始めたんですよ。でトラブルに巻き込まれた理由として、やっぱり、あの、成功とか失敗の理由、運をその理由にしてしまったんです。で、どういうことかというと、例えば良い話が舞い込んできたと、来たと思ってたんですよ、そういうジョイントの、はい、だから自分は誰よりももう神だと思ってましたんで、あの、強運だというふうに思って、その相手の人はちょっと実は結構問題がある人だったんです、はい、ちょっと調べれば分かるんですけど、うん、裏取りをしなかったんです、はいはい、あとはまあ、うまくいかない、失敗し、まあ、そういうふうな、まあ、補填をしたりとかっていうのは大失敗、大損害になった後に、もうその後もうなんて不幸なんだと、自分は誰よりも不幸だと思って、あんなやばいビジネスパートナーと仕事してしまったってことで、まあ、結果的にはこの、あの、裏取りとかをしたりすればそもそもやんなかったですし、失敗しないための予防策を打つことは実は可能だったんです。でもしかし自分は幸運だって思ってちゃったので、もう幸運って思った瞬間に思考って止まるんです。だから何のリスクヘッジもしなかったんですよ。そうだから運のせいにするのは一番怖いのは、その運、例えばキコさんの知り合いが何かでうまくいって、あ、キコさんがその人運が良かったんだって思うと、それで終わるんですよ、うん、運が悪かったねあなたっていうのも、その話はお互い終わっちゃうんですよ、うんうん、それが僕がまずその時にトラブルに巻き込まれた理由だって後で反省したんですね、はい、あとは幸運な状況をチャンスにして生かしきる、まあ、これも後で話しますけど、この準備ができていなかったっていうことと、幸運の反対、まあ、不幸を、あの、遠ざけるってことは実はできるんです。あの、意識すればそういう方法を知らなかったっていうことが、まあ、最大の僕の、まあ、人生最大の失敗の原因なんですね、はい、でじゃあ運って何かっていうと、この世の中の人が起こった原因に対する、あの、結果に対する原因が分からない時に、いいことの場合運が良かった、ダメだった場合は運が悪かったっていう考え方をするんですけど、今さっき言いましたように、そう考えないと脳内のバランスが取れないんですよ。気持ち悪いんですよ。人間何かの理由がないと納得できないじゃないですか、はい、でも理由がないんですよ。だから運っていう理由にすることで収められるんですよ、あの、気持ちを、はいはい、あとはその嫌なことも理由が分からなくても不運だったってやると不運だったっていう理由になるんです、一応、はい、でこれ、あの、何が一番良くないかっていうところ、例えばですけど、じゃあある会社で働いてる全く同じ新卒入社の A さんと B さんがいましたと、はい、で A さんと B さんは年齢も同じで、うん、お互いに、まあ、残業、まあ、サービス残業なのか分かんないですけど、まあ、夜まで遅くまで働いて休日出勤もしたりとかしながら必死に仕事に取り組んでたわけです。で、でさらに営業部だったら分かるんですよ。例えば B、 あの、 A さんと B さん、 A さんは月の売上が100万です、 B さん500万円ですだったらそれは分かりますよね。でも A さんと B さんは営業部ではなくて例えば経理部でしたと、はい、経理ってそういうその営業みたいに成績に差がつくわけじゃないし、間違いないのが当然って仕事じゃないですか、はいはい、そうすると営業成績などもないので周りから見たら2人とも
同じように仕事を頑張ってるように見えるわけですよ。でも結果 A さんはまあ昇進しないのに B さんの方だけが明らかに例えば経理部長からの評価が高くて、結果 A さんより早く B さんが例えばリーダーとか係長とか課長になっちゃったと。そうするとその時に A さんの頭の中で上司からの評価が高い B さんを見て全く同じことやってる、もしくはもう俺の方が頑張ってるはずなのに、なんだろう、あいつはまあ最悪なのはあいつはふざけんなって恨むか、もしくは恨まなかったとしてもあいつは運がいいからだと、自分はなんか運がないとで、まあ、嘆くと。でそのように運のせいにすることでこの自分のプライドとかメンタルをまあ保たせるわけですよ。でもおそらくですけど B さんが早く昇進した本当の理由っていうのは、これはもう僕はもうこの完全な空想ですよ、わかんないですけど、おそらく A さんも B さんも必死に目の前の仕事はこなしてたんですけど、B さんはそれに加えて見えないところでコミュニケーションの能力とか、もしかしたらロジカルシンキングとかプレゼンの能力とか、そういう直接仕事には関わらないけど、おそらく A さんがやっていないけど B さんはこうしたら上司に評価されるんじゃないかなっていうことを自分なりに、まあ経理だから普通に同じことやってても他の人と差がつかないからっていうことで、現在の業務とは直接関係ないんですけど、いずれあとは役に立つような方と財務の勉強とかをもう分かんないですよ、行き帰りなのか休みの日なのかにやってたのか、もしくはこの例えば年上の、まあ、10歳も20歳以上下手と自分の父親ぐらい上の人にどうやったら好かれるかっていうような研究をしたりとか、そういう本を読んでた可能性が多分極めて高くて、また多分 B さんは他の部署の人たちとのコミュニケーションも積極的に多分何かで見えないところでお手伝いをしたりとかっていうことを絶対やってたはずなんですよ、はいはい、で B さんが昇進したこと、A さんより早く出世したことはおそらく運だけではなくて必ず理由が存在するっていうことなんですよ。でなのに A さんは B さんが運が強いって考えて自分が運がないって考えちゃうと、 B さんがやってた本来は見えない努力に注目して、もしくは他に何やってたのって聞いたり、まあ聞いて教えてくれなかったんだったらもうずっと様子を見ていてモデリングしたりとか学習したりすることを放棄してしまったっていうことが、これが僕は最大の問題だと思うんです。この運のせいにした瞬間にこの誰かの相手のに方が良かった場合、それの理由を学ぶことができないんですよ。もう運って言った瞬間だってこそ終わっちゃいません、あの人は運が良かったっていう話がそれ以上ないんですよ。そうですね、でこれ最大の問題で、逆に自分が運が悪かったって言った瞬間に失敗の理由が運だから、もう理由考えないで反省できないんですよ。だって運が悪かったこと反省しますもうその瞬間反省を放棄してますって無意識に言ってるんですよ脳に。そうですね、そうなんです。であとはもう一個は、例えばこれは今の場合っていうのは明らかに B さんの方が努力してたパターンなんですよ、はい、でもう一個は自分もそれ A さん B さんっていう比較軸ではなくて、自分では圧倒的な努力をしたけど結果が出なかったパターンってありますよね。ありますね、はい、で自分の中でも周りの人からも、いやお前これだけ頑張ったのにもう運がなかったからしょうがないとか、運のせいにするとやっぱ気が楽なんです。でも現実は多分結果が出なかった原因っていうのはおそらくそのじゃあ戦いだったら分かんないですよ、そのオリンピックの金銀みたいなとこまで行ったら別ですけど、そうじゃない場合は多分まあ受験もそうですけど、おそらく努力が足りてなかったか、もう絶対的にこれだったら絶対合格するだろうっていうぐらいの勉強時間をやってるんだったら根本的にやり方とか考え方とか質が間違えてたはずなんですよ、はい、もう分かんないですよ。例えば国立大学の記述式ばそういう大学を受けるのにセンター試験みたいな勉強してか、それを1日18時間やってても無理っていうのと同じ、質が違ってたか、シミュレーションとかリスク管理が不足だったかっていう、なんで結果が出ない失敗にも、まあ、基本的には原因が何かあるはずなんですよ。なのでこの運に逃げず、もう運っていうのを言う時点で多分逃げるってことだと思ってるんですよ僕は、うん、はい、失敗した現実を直視できれば改善策を見つけて次回からはまたこの同じ失敗をしないようにする、まあ、可能性を高めることができるんで、なんかやっぱりその目を運って言った瞬間に何て言うんですかね、まあ潰してしまうかなっていうことと、もう一個がこれまあ一番特に経営者に多いんですけど、まあ大学受験だと多分東大に偶然合格したってまああんまありえないので、でも
あのビジネスはありえるじゃないですか。なんかたまたまうまくいったみたいな。で特に予想外に圧倒的に成功しちゃった、はい、まあ、だから僕が やったそのマッチングビジネス塾みたいな、その当時30人目標だったんですよ。だから売上1000万ぐらい目標だったのに気づいたら5億売れちゃったみたいな。そうすると予想外に圧倒的に成功してしまって、周りからもお前すごいなと言われると、で特に自分の予想以上にうまくいった場合ってやっぱり自分は強運の持ち主だっていうふうに、また運のせいにして、まあもう僕が当時思ったみたいに、もう強運のさらに上の神だみたいなふうに思ってしまうんです。でも現実は仮に受験勉強は本人が頑張ったとはいえ、ほとんどの場合はじゃあそれをまあ社会人で働いてっていう人もいるかもしれないですけど、普通の大学受験までだったら、まあ、親がお金を出してくれて家があって、まあ、一人暮らしっていう人も、まあ、いろんな人いるかもしれないですけど、普通は親が予備校の塾のお金を出してくれたりとか、親とか家族の見えないサポートが今日あるわけじゃないですか。でも会社でやってる場合は社長のせいなおかげなんていうのはもう 99% なくて、どうせ社長なんて組織に従業員がいっぱいいる社長なんてもう何もできないわけですよ。最後責任取る以外のこともはや実務なんかできないですから。だからもう周りのサポートがもう 99.99% ぐらいじゃないですか本当は。なのに自分が強運だと思うと自分は何でもできるって勘違いしてしまうんで、次にさらに大きいことをやるわけですよ。もっとできるって言って、もっとでかいプロジェクトに、まあ、例えば銀行からお金借りるのか、誰かから出資してもらうのか分かんないけど、勝負に出るわけですよ。だってもう神になってますから。はい、でも当然、そんな簡単に何度もうまくいかないじゃないですか。はい、で、大きいことをやるってことは、それだけ難易度上がりますよね。で、大失敗。さらに、ま、自分のおかげだと思ってますんで、周りに対して感謝しないで、横柄になるので、当然その、結局、よくですね、ピンチの時に、復活する会社と復活しない会社、よく社長が何とかなったっていうのは、あれはほとんどの場合幹部とか社員が何とかしてくれたんですよ。それって普段周りに対してちゃんと接していたり信頼関係があると助けてくれるわけですよ。だって業務やってるのは社長じゃないんで。でも横柄な態度を取ってると結局もう助けてもらえないって、人も離れていくから絶対まあもうやばい、万が一の助かる可能性すらできないわけですよ、来ないので。そうすると成功した時も失敗した時もやっぱり幸運とか運がなかったっていうのを理由にした瞬間に成長が止まるし、最終的にはもう絶対失敗するんですよ。もうこれは僕が長期的って言っても、僕はまあ起業して18年なんで、まあ、18年ぐらいっていう、まあ、それぐらいの期間しか分かんないですけど、まあ俺最高ってなって今いる人いないんですよ、やっぱり。そうなので、なんかそのこの辺がまずはその運っていうのをそういう考え方しちゃうとやっぱちょっともうダメかなっていうのは思いますね、はい、これ紀子さんの前でどうですかね、そのそういうなんていうんですかね、その運というか、そのなんていうのかな、そのなんかその努力とかじゃなくて、そのなんかダメだった時にもう運が悪かったでね、片付けてしまうっていう人っていないですか。なんていうんですか、その反省をしないというか、そこから無意識に逃げるというか、まあ、僕も、ね、そういうタイプだったんで学生時代から、まあ、分かんなくはないんですけど、はいはい、ただこれはそういうもんだって気づけるかどうかが全てなんですよ。これ気づけないと一生そのままで終わっちゃうんですよ。そうです、ね、死ぬまでそれで多分死ぬ瞬間によく言う、まあ、事故とかで死なない限りはなんかそのよくそういうおじいちゃんおばあちゃんの死ぬ間際のそういう病棟の看護師とかがそのおじいちゃんおばあちゃんが最後に言うのが、もっとこうしとけばよかったとか、自分の服運が悪かったなとかっていう、なんかやっぱりそういう風になって死んでいくだけの気がするんですね。なのでもう僕はもう運に頼るっていうのがなんか不幸な人生になる気がするんです。なのであえて運という概念はもう人間が作り出したその言い訳、その理由がないといけないのに、理由がないともうメンタル保てないから、運が良かった、まあ、良かったは別に理由がなくてもいいんですけど、特に悪かったですね、運が悪かったっていう架空の概念な気がするんですよ、メンタルのバランスを取るための。なのでそうじゃなくて、運っていうのが存在するのであれば、運はコントロールできるものっていうふうに、まあ僕はまあ考えるようにしてるんですね。それがまあ正解かどうか分かんないんですけど、はい、なので運が良い人ってどういう人かというと、運をコントロールできる人というか、はいはい、なので運は自分の思考と行動次第でどうにでもできるっていう、だから自分の味方になってくれるもので、間違えてる人というか、逆に運が良く絶対ならない人は運が向こうからやってくるもの、その運の幸運の女神とか神様とかって言ってる人、それって与えてもらうと思ってる人、はい、つまり自分にはどうしようもできないと思ってる人は
まあ、この方のご質問の通り、まあ、ある意味運がいいっていう状態になることはないんじゃないのかなっていうふうに思うんです。で、ね、はい、でですね、このよくあの波に乗っているとかついているっていうのあるじゃないですか、はい、でこれはなんか、ね、どうやら気のせいらしいんですよ。これ研究してる偉い人たちがいて、はい、統計学が明確に幸運とか不幸 の, あのそういう運気を否定していて、どういうことかというと、この、まあ、2014年にこのロンドン大学であのギャンブラーのホットハンド現象っていうののすごい大規模なあの調査したらしいんですね。ホットハンド現象って何かというと、はい、例えばなんかのギャンブルで勝ち始めるとその後ずっと勝っていくっていうような現象、ホットハンド現象っていうらしいんですよ、はいはい、で彼らは次勝った、そうすると今波が来てるって思うらしいんですね、はい、それとかをついてると、はい、でもそういうそのギャンブルをしてる人たちがじゃあ勝ってあの波が来たって言った後にどういう行動をとってるかっていうのを何百人なのか何千人なのかずっとその社会学者みたいな人たちが研究した結果分かったのが、はい、その多くのギャンブラーは2回続けて勝った時点で、まあ、つまり自分が波が来たと思った時点で実は強気になるんじゃなくて次は負けるんじゃないかと思って不安になって頭が混乱状態になるらしいんですよ。でその不安と混乱が原因でどういうことになるかというと、その連勝して もっといけるって言ったギャンブラーは実は負けるって思ってるんでやばいと、こんなの続くわけがないって無意識にやっぱ思ってるらしいんですよ、経験上。なんでより負ける確率が低い安全な賭け方っていうのに無意識に思考がシフトするんで、あの大きい勝負に出なくなるらしいんですよ、無意識に。なんで結果的に大きな負けを被る可能性が低くなって勝ち続けているように全体で見ると見えやすい状態になる場合がほとんどらしいんです、はい、で逆に負けた、じゃあ1回やって負けた、2回やって負けたギャンブラーは逆に負けた分を次で取り返そうという心理が働いて焦りとともに逆にリスクの高い賭けを始めるんですよ。勝った人たちはリスクの高い賭けをしなかったらしいです。逆だと思ってたんですよ。2回連続勝ったら次はもっといけるって思うかと思ったらそうじゃないんですよ。じゃないから全体であの負けてるよりも勝ってる確率の方が半分以上高かったら続いてるように見えるらしいんですよ、全体だと、はい、そういうことを発見したらしいんですね。でその、まあ、負けが続いたら、そうすると本来は負けが続いた方が安全な賭け方をしそうじゃないですか。逆で焦りでその焦りをなんとか無意識に消すためにもっと高いリスクの高い賭けで取り戻そうと思っちゃうらしいんですよ。でその結果どんどん負けが込んでって最後月がないと、あれ最初良かったのにな、運が逃げてったっていうように見えるし本人も思っちゃうっていう、そういうのをなんか研究してる人がいて、でこれはつまりギャンブルの勝ち負けはこの運とか不運のそういうなんか流れというか、そういう周期の流れのせいじゃなくて目の前のにある結果に対して本人がどう判断した結果行動したかによって決まってるだけっていう、これが運の正体、まあ分かんないですよって書いてあって、はい、僕も確かにそうだなと思って、これ結局あの勝ち2回勝っておこれ次もいけるってなったのに、その頭の中ではそんなわけないって思って安全な方にシフトしてるっていうのはその結果に対して本人が判断して行動を変えてるわけじゃないですか、はい、だから結果的に全体で見たら勝ち越しっていうことができてるわけじゃないですかっていう、だからこれがなんか運の正体なんだろうなっていうのも僕もこれ実感として思っていて、なので運は別に何にも誰かを支配してなくて実は確率もチャンスも平等に与えられてて、違いを生むのは本人の積み重ねてきた努力とその勝負どころでどういう状況なのかどうしなきゃいけないのかっていうのを見分けられる経験、あと過去にこういう失敗をしてそれをちゃんと反省してきた、あもう一回繰り返さないようにしようとか、いやいや自分はねこういう時に失敗する癖があるから自分自身に対してここは気をつけろよっていうアラートを出せるとかっていう、そういうことのができる人は運がいい人に見えるっていう、もうそれだけだっていうのが、まあ、それだけとは言わないですけど、それだけって思ってた方がまあコントロールしやすいということと、あとはコントロールできるってことは何か理由が存在するって必ず考えるべきなんですよ。どういうことかっていうと、例えば朝目が覚めましたと、なんか頭ぼーっとしてるなっていう時と、めっちゃもう頭もうなんかキレッキレな疲れが一切ない時ってあるじゃないですか、はい、で頭がもう朝目が覚めたら頭がすっきりしていると、で例えばお昼には1年間保留に、まあ
していたその見込み客からもう契約したいって連絡来たと、ある社 A 社長から来ましたと、はい、でさらに午後になったら社長に、いや小島くんなんかすごい最近頑張ってるね、あの帰国いいじゃないって褒められちゃったと。で夕方好意を持ってる女性から LINE で、あいいよ食事行っても、で OK の返事が来たってなると、あもうこれこ例えばそのめったにない幸運がもう朝から晩もあの夜まで全部来たって感じになるじゃないですか、はい、でも目覚めがすっきりしたのは絶対に前の日にちゃんと寝てるんですよ、はい、で見込み客からの契約はもう例えばですよ、1年間保留ってことは保留にできるってことは何回も何回もアプローチして、例えば B2B だったらですよ、まあ、B2B のビジネスってやっぱり半年1年かかるんですよ、大型の受注って。だから毎月1回だから10回20回通うわけですよ、はい、で接待で食事もしたりとか、ネットビジネスだったらそういうのないですけど、 B2B でじゃあ何千万のシステム入れますみたいなやつってそうじゃないですか、はい、そうするとなんで見込み客の社長から契約したいって言ったかっていうと、諦めずに提案し続けたって、向こうで何かの決済が通って、じゃあもうあの会社の担当あいつ電話するかっていうのがその昼だっただけじゃないですか、うん、で社長に褒められたのも多分企画を工夫して社長の目に留まるような何かをやってたわけじゃないですか。で女性からデートが OK なのもおそらく嫌われないように何かのアプローチをしたりとか勇気を出して誘うとか何かをやって、向こうがたまたま空いてたのかわからないですけどっていう、全部何かしたからであって運の要素なんかないんですよって考えるべきなんです、はいはい、そうするとあの、まあ、コントロールできるようになるんじゃないのかなっていうふうに僕はまあ考えてるんですね。だいたい理由があるんですよ、何かの、はいはい、第627回目お届けいたしました。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。ありがとうございます。